セイトリニアンズ女学院は2007年のイギリスのコメディ映画。監督はオリバー・パーカーとバーナビー・トンプソン。出演はタルラ、ライリー、ルパート・エベレット、コリン・ファースなど。ロナルド・サールの漫画、ストリート・トリニアン S シリーズを原作とした人気学園コメディ映画のシリーズ6作目である。映画の1作目は1954年のザベル・オブ・ストリート・トリニアン S であり。 1980年の5作目から27年ぶりの新作である。ただし、続編ではなく、現代を舞台にした新シリーズとして制作されている。日本では劇場未公開だが、2012年4月4日に、イトリニアンズオン学院史上最強不良女子高生の華麗なる、強奪作戦のタイトルで DVD が発売されたほか、 ワウワウで2012年2月25日に、セントトリニアンズ女学院のタイトルで放映された。2009年には、同じスタッフとキャストによる続編、聖トリニアンズ女学院にが公開された。女子高生アナベルは、父の姉カミラが校長を務める、全寮制の女子校、聖トリニアンズ女学院に転校してくる。しかし、そこは、学校とは、名ばかりの、 個性的な女子生徒らがやりたい放題に自由気ままに暮らしている悪名高き無法地帯だった。ところが学院が破産寸前であることを知った生徒らは自分たちにとっての楽園である学院を守るためフェルメールの名が真珠の耳飾りの少女を盗み出しそれを売って金を得ようと計画する。ロッテントマトズによれば批評家の一致した見解は ロナルド・サールの戦後のオリジナルシリーズよりも下品で、わざとらしい。この、セイトリニアンズ女学院は、演技やウィットに富んだセリフではなく、ドンちゃん騒ぎに重点を置いている。であり、42件の評論のうち高評価は31%に、当たる13件で、平均点は10点満点中4.3点となっている。メタクレティックによれば、10件の評論のうち、高評価は1件。 賛否混在は6件、低評価は3件で、平均点は100点満点中39点となっている。ありがとうございます。